すごい。なんでその手でやるの？取ったの。顔と同じくらい大きなさつまいもに大興奮。昨日岐阜県中津川市で行われていたのはさつまいも掘り体験。今年6月に自ら作付けしたさつまいもを収穫しようと多くの人が集まっていました。じゃあ次やるぞ。せーの、キャー。わあ、たくさん取れたね。ねー、すごい。あったったいっぱいです。すごい。そう、今年は豊作ということで作業開始から数時間で至る所にさつまいもの山が。皆さんどのくらい収穫できたんでしょうか。60キロぐらい。親子4人で60キロ。しかし40キロぐらいから。一生懸命収穫したさつまいもは一部しか持って帰らないというんです。一般家庭で5本でしょ。こちらの家族も100キロ中持って帰るのは半分だけ。どうしてなんでしょうか。50キロいただいて50キロは、モンキーセンターの方に寄付させていただきます。日本モンキーセンターといえば飼育する猿の仲間の種類が世界最多を誇るあの施設。実は2年前に中京テレビが取材した際、非常に厳しいですね。入園者数だけでは賄えないような費用が膨大にかかっているような。なんと自ら貧乏であると告白。自治体が運営している動物園とは異なり、自分たちの収入だけが頼りのため、ちょっと急がないと。割れてる。そこが多少割れたぐらいでは捨てるなんてありえません。300円で買えるけどね。さらに職員の制服はまさかのアナーキー T シャツ。貧乏っぷりはかなりのものでした。そこにコロナが追い打ちをかけ、入園者は4割近く減少。より厳しい状況に。中でも頭が痛いのが餌代です。センター内のおよそ800頭すべてが主食として食べるさつまいも。入園者が多くても少なくても猿たちは1日に120キロ食べ続け、経費は年間550万円にも上ります。困り果てている中、岐阜県中津川市で農業体験施設を営む企業からある提案が。お客さんは農業の体験で楽しめる。で、我々は事業として成り立つ。で、モンキーセンターさんは寄付をしてもらい、餌代が助かるということで、3社がみんな、利益が出るような形をちょっと追求したというか。打ち出した支援プランがこちら。お客さんは料金を払って作付けと収穫を体験し、さつまいもをゲット。この時決まった量以上の芋が取れればモンキーセンターに寄付しようというのです。お金だけ払ってもらい、すべての芋を寄付する全支援プランも用意しました。作付けからおよそ4ヶ月経った昨日、さつまいもの収穫の日を迎えました。集まったのは日本モンキーセンターに熱い思いのある人たちばかり。この子が小学生の時に夏休みの自由研究で猿の研究をしてモンキーセンターにお世話になったので、恩返しできるかなと思って。毎週ぐらい行く。毎週のようにモンキーセンターに通うというこちらの兄弟。さつまいもをプレゼントしたいお猿さんがいるそうで。誰にあげる？誰が食べてほしいの？え、モップ。モップ。白ヶ尾崎のモップくん。名前の通り白い顔がチャームポイントです。人気者なんですよね。収穫には日本モンキーセンターの飼育員たちも参加。朝から晩までの作業ですが、手を休めることはありません。そうですね。そりゃもう一重に猿たちの喜んでる姿が見たいからですよ。この日だけでおよそ6トンものさつまいもを収穫。2ヶ月分の餌となります。そして今日、みんなで一生懸命取ったさつまいもが猿たちの元へ。
芋は腐らないのかね。一斉に競うように新鮮な芋を頬張ります。よかったよかった。両手で大事そうに抱えながら食べる猿もいれば、あら、洗いながら、綺麗すごいよね。そう、なぜか水で洗って食べる猿も、すごいよ。それぞれが思い思いに秋の味覚を楽しんでいました。やっぱ取れたての芋っていうのもあると思うし、久々にたくさん食べてるなと思いました。来年も再来年も今後も続けていって、いずれは皆さんとのこのつながりの中で作っていった芋っていうものを1年を通して猿たちにあげれたらいいなっていう夢は持っています。